イノーギュラル・インダクティーズ2012インターネットの殿堂はインターネットの発展と進歩に多大な貢献をした個人を表彰するためにインターネットソサイティが授与する生涯業績賞である。インターネットの殿堂は遺族の設立20周年にあたる2012年に創設された。その目的は世界的なインターネットの発展と進歩に大きく貢献してきた先見の民のある人。 リーダー、指導者を公に認識することであると述べられた。推薦は申請プロセスを通じて誰でも行うことができる。インターネット電動入り諮問委員会は最終候補者の選定を担当する。諮問委員会はインターネット業界の専門家で構成されている。2012年4月23日にスイスジュネーブで開催されたインターネットソサイティのグローバルインネットカンファレンスで 1> 第1回の電動入りをした33人が発表された。2013年の電動入りは32人だった。2013年6月26日に発表され、2013年8月3日にドイツ・ベルリンで受賞式典が開催された。式典はもともとイスタンブールで開催される予定だったが、トルコで進行中の反政府運動のために変更された。 2014年の電動入りは24人だった。発表は香港でのイベントで発表された。2015年と2016年の電動入りはなかった。遺族はプログラムの方向性について指導力を発揮するための諮問委員会を設置するように働きかけた。この諮問委員会は今後の受任者の選定に責任を負う。2017年9月18日、インターネットソサイティは カリフォルニア大学ロサンゼルス校で第4回の電動入りを発表した。そこは、その約50年前にインターネットの前身であるアーポネットを通じて最初のメッセージが送信された場所だった。2019年、第5回の電動入りが発表された。受賞者は当初以下の3つのカテゴリーに分けられていた。2017年にパイオニア部門の発表がなくなり、 2019年の殿堂入り発表時からは全ての受賞者が部門によらないインダクティとして発表されるようになった。以下の一覧において、アスタリスクは没後に殿堂入りした人を示す。2019ありがとうございます。